モンフルゼルと申します。本日は誕生日記念ということで勘十郎を使っていこうかなと思います。いい笑顔だ。あのあんまりリーグでは見ないこのキャラクターなんですけれども、特性はね意外といいものをもらっておりまして、特にこちらのスキル2の特性エリアが強力ということで 20% の確率で敵を気絶状態にできるっていう、それとあとはダッシュ速度増加とかがあるんで、それで敵を妨害しながらお宝をダッシュしていくみたいな、そんなキャラクターになっています。ただ 20% だけじゃね今の環境ちょっと不安ではあるんで、ゴロゴロメダル3枚つけてだいたい約 30% の確率で敵を妨害するみたいな、結構厄介なキャラになっておりますんで、ぜひご覧ください。それでは行きましょう。どうぞ。はい、じゃあね今回はゴロゴロ勘十郎を使って遊んでいこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は夜のあの国ステージですね。あ、味方さん取らないか、オッケー。じゃあここで勘十郎の強みをお見せしましょうと、スキル2をね発動している時にお宝をダッシュすると初期値が増加するっていう、今の環境キャラにも持っていないそういった特性がございます。 B 地点取ってくれてるんで、どうしようかな、 D 地点のバギーの方行きましょうかね。バギーめっちゃ珍しいな。あ、まあ俺が言えることでもないか。まあ勘十郎の強さはさっきのスキル2とかをうまく使って敵を混乱状態じゃない、気絶状態を付与したりだとか、そういったものをうまく使って、あれ落ちた、もしかして戦っていくキャラでございます。一発二発の三発とゲイ、でこの中にいるとダッシュ速度が増加しますと、はい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 、素晴らしいと、ゲイ。あとは吹っ飛ばないとかそういった特性もあるんで、まあそこもね結構強いんじゃないかなと思います。さあバギーくんよ、来るんだな、気絶するぜ。あとプラスで今回ゴロゴロメダルつけてるからね、あやべ、それも強いでございますと。クラッカーはきついんでちょっとバギーと遊んどきましょうかね。はい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 、一発二発と、三発とナイス。あそこのクラッカー怒っておりますね。一発二発の三発ジャストで入れない、あのちょっと遅めないよな、やっぱり通常攻撃が。昔のキャラということもございまして、どうするどうする、 C 地点の方に行きましょうか。後ろからちょっと待って、一発二発、オッケー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 、こちらこそこちらこそ、これはもう回復あげましょうかね。これでスキルに貼って守る構えで行きましょうかね。旗を守るにもね、あ、こんな風に混乱するんですよ。だからこれをうまく使って旗を守ることも可能でございますと。オッケーオッケー、ここは食らいますと。で吹っ飛ばないんでこうやって、もうガン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 、守れるっていう。ちょっとレイリーやめてもらっていいかな、やばいかな、ジャストで入ってくっ。あ、じゃあね2戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は夜のワノ国ステージ再びですね。まあ、さっきみたいにスキル2とかを使ってお宝をダッシュしていこうっていうのがこのキャラなんですけど、やばいやついるな。ジャストで入って一発二発の三発、はい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 、この簡易領域内で戦いましょう。ジャストで入れない、一発ワンチャン気絶引かないか、 20% プラス9% のあれがあるんで、感電ゴロゴロがあるんで、それをうまく使いたいところ。ちょっとごめんよ、よしよしよしいいぞ勘十郎、ちょっとさすがに31は分が悪すぎるんで、こっちの方に行きましょうかね。スキルに発動でお宝ダッシュ、本来なら回復しますが今回はできませんと。うたちゃんは無理なんで後ろからねちょっと頑張って見ていきましょうか。やばい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 、ちょっと待て勘十郎、逃げるんだお前は。とりあえずね、さすがに真っ向勝負は無理なキャラだと思うんで、裏に行きましょうかね。割ろうか珍しいな。いやまあ自分が言うあれじゃないんだけど、どうしよっか。ブースト来るまでとりあえず待機して、ただこっちがやばいな。あージャストで入れない、ここスキルに、はい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 、これで気絶状態を付与しながらジャストで入って、ここはスキル1で逃げようか。よし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 いいぞ勘十郎、お前ならやれると信じてた。やばいか、ああまたかよ、ちょっと待てよ、ジーク選手出てくるぞ俺の。ジャストで入って一発二発の三発、遅い動きがな。はい、じゃあねラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は三度夜のあの国ステージですね。とりあえず D 地点取りに行きましょうか。あー、お相手さんビスタがいいのか、オッケーオッケー。じゃあ先にこっちのす、あやばい、あやつカウンター持ちだったの忘れてた、やばいかな、ちょっと待ってね、勘十郎逃げろ。ここは大丈夫、いや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 いいぞ勘十郎。カウンター使われるのがまずい。大丈夫大丈夫、ここはダウンしても大丈夫。オッケー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 、あそこはもうヤマトちゃんに任せましょうかね。
で、私は B 地点の方に行きましょうと。ね、あそこトレーボルは多分大丈夫でしょう。あ、やばいやついる。ああ、やばい。ちょっと待ってね。ギリギリ。ブラボー長友ですね。あ、失礼。じゃあ、E 地点行きたいけど、あ、オッケー。よし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 。E 地点行きましょうかね。それで回復しながらワンチャン取れるとでかいって感じでございますと。よし、ここでスミグマ張って、感じろ。君の力を見せてごらん。ワンチャン感電引かないか？ああ、よし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 。いや、でも、この馬場はちょっと、分が悪いか。一発二発の三発。ジャストで入って、一発二発の三発。ここはダウンして大丈夫。あ、ジャストで入って、今のジャストじゃないの？ちょっと待てよ。感電引かないかな？やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょ。ジャストで入って、一発二発からの髪の毛ブルンブルン。いけ、感電を。待てよ。混乱引いてくれるとでかい。よし。いや、こっから無理だな。いや、さすがにおばあちゃんからは取れないね。行きましょうか。裏が心配。こっちの方行きましょうかね。スキル1ぶち当てながら、ジャストで入れない。いや、しゃあない。ちょっとやられるタイミングは良くなかったですけど、まあ、大丈夫でしょう。まあ、さっきみたいに、まあ、その、おりんちゃんとかがガンガン守ってる状態だと結構きついんですけれども、まあ、それ以外の場合は、なんとかなるんじゃないかなと。あ、やべ。思っております。ここ取られちゃうかな。一発二発。ありがとう、レイリー。一発チーノ。一発一発、ジャストで入れないから、ここは無敵スキルと。うん。おでんの方が強いね。元も子もないこと言っちゃったけど。もうここはもう、トツカで、フラフラさせといて、トレーボルに任せようかな。よし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 。あと、B 地点大丈夫ですね。まあ、その、おりんみたいな、ああいうステージだとちょっときついかもしれませんが、感電だとか、気絶をうまく使って戦っていくのが大事でございましたと、ありがとうございました。何もするな。2倍の先行に変わりはない。海のモンストが。この線を越えてみよう。